当に抜き打ちで、抜き打ちってか俺本当に言ってないもんな、お前。お疲れ様です。薄い色はテレフォニッシュぐらいだから濃い色で、うわー注文多いな、職人からしたらうわーってなるよね。俺に言われたから直すんじゃなくて、清掃とか言って多分お客さん言われてると思うんだけど、清掃って掃除するわけじゃないから、こういうのも全部直し込む。こんなん拾って感じやん。何を直すの、どうやって直すの、ここの触ったこの感じな、触った感じで、もう塗り替え道場以外で塗るなと思う、これマジで。それだけやってるから、どこをこのとこ安心できるかなって言ったらどこですか。カメラなんかみんな見ても分からへんでしょ。だってあんなの見つからんじゃん。俺はもう決めてんの、自分の中で。回ってるんですか。まあ回してあります。回ってるんですか。はい。ちょっと大阪の勉強会ちょっと自信がついちゃったんで、ちょっと電話してる。暑い。お疲れ様です。はいはい。どうしゃべったんですか。あ、社員じゃないんだ。好きだね、やっぱり。おしゃべり。これ。あ、ガズナさん。無料プレゼント。フィットネスでした。自由に自分で楽しんでください。あら、細くなってってる。そのなんかゴリマッチョみたいになってる。全然ここはブレんもんで。うんうん。動きやすい。細くて邪魔にならないっていうのもいいですね。無料プレゼント。フィットネスでした。フィットネスとゴルフどっちがいいって言いました。両方でいいって。あ、ゴルフ両方くれる、OK、もらったな。中見せてください。ゴルフ持っていとる。両方くれる。ゴルフあれ、井村さん。え、井村君は何も言ってないよ。井村さんはもともと最初に言ってたんですよ。そのやる前にゴルフが欲しいって。ちょっと相当気に入らんみたいなね。うちの YouTube ではやってないんだけど、あの、イベント、ちょっと。井村さん、ちょっと涼しいとこ行かん。熱いな。井村君はやんない。井村さん何、あの、ベルトがいいって言ってた。言うね。今日2本目の動画で同じようなことになっちゃうけどさ、本当に抜き打ちで、抜き打ちってか俺本当に言ってないもんな、お前な、この現場は撮影するで、そう撮影用の現場にしようとか言ってない。浜田さんびっくりしてたからね、うわみたいな顔してたから。足場も偉いな、最近こういうのちゃんとやりだしてさ、うん、この表情すごいね、やっぱね。開ける？これ違う、ベルトのところがゴルフの方が細いだけであんま変わらない、ここの太さは。閉まった。ボルフ全然いい。ここしか閉まらない。お腹へこまる。でも何、あの大きいベルトつけてたらくびれができやすくなるって言ってて。まあ、ちょっと別に宣伝お金もらってないから、まあ、こちらの宣伝しましょう。ちょっとあ最近さ、俺さ本当にさ視聴者のさ一時期案件結構受けてなんかあんま受けてないからさ、今あの建設業限定で案件みたいな。大きめの声でしまい、車があるかも。あんまり宣伝だから、それお金持ってから大きい声で言えないよ。そう、ちょっと声が小さすぎて、多分かけされてるなと思って今。ちょうどかけされた。お金持ってか好きだから案件ください、うん、お願いします。これでいい、うん、もうちょっと大きかったらいいかとか。車来ちゃったらね。建設業限定で俺が興味ないあんまりやつが嫌だからさ、なんかいきなりじゃあなんか健康食品売ってとか、うん、これガードマンさんもたまたま違うとこから話になって、イベントを会場化する、うんうん、話だよね。現場見たいですよ今日はね。もう、あ、もう終わりがけ。あと今日は二重ばっかりですね。え、二重ばっかりです。二重今こっちのこれ濃い方はこの薄い色の中なんですよ。うん、あ、濃い方は薄い色。あ、逆にしてくるんだ。薄い色はテレフォニッシュぐらいだ。濃い色でな。うわ注文多いな。だけどトイはどうするの。横取りは、横取りはこれは全部全部濃くして、はい、縦台をテレフォニッシュにしてくれと、はい、壁が薄い色は誰担当。あ、でもあいつもいいね、そういうセンスが出てきたんだね。上は誰だ。いや面倒やね、職人からしたらうわーってなるよね。全部色変え、材料段取り替えして角で切らなかった。うわー手間だー。だけどいいじゃん、いいじゃん。まあ、いろいろ喋ってるうちにこういうのもありますよとか、こんなんいいんちゃうすかとか、なんかそういう話があったんじゃない。だからそれってセンスじゃん。濃い色なんで、トイは薄い。わあすごいねこの養生。これ足場の前にやってんじゃないよ。足場開いたやつジャッキ全部開けて入れたんだね。はいはい、もっと感動しろよ女子。違う、全然話の内容が違うから花村さんと社長で。俺思ったこと全部言いたいから。すごいねやっぱ。これもちろん全部養生しとったやつ取ってからでしょ。はい、
で、これ最後にやると。どこ行きたいんですか、これは。どこ行きました行かなきゃよかった。ハモリさん、行かなきゃよかった、これ。行かなきゃよかった。ハモリさん、行かなきゃよかったな、これ。これ行かなきゃよかったんですか。こっちでいい。呼ばれちゃう。こっちこっち見て。行かなきゃよかったのって。これは、行かなきゃよかったわ。行かなきゃよかったわ。行かなきゃよかったわ。ここで色がいいんですよ。うわー、これは大変な。いや、これさ、ね、メスっていうのは、これ、デズミ？入れ墨の方が楽だよね。あ、ここのデズミの方が楽です、ね、うん、まだこういうところとか、デズミとか入れ墨で切るならいいじゃん。これだよ、シールばかりだ、ね、じゃあここのこっち側のトイは濃くなるってこと。そう、じゃあもっと、うん、聞いて、女子的に。こっち、じゃあどうやってこの線出すんですかって気になりません。気になっちゃう、トイが気になっちゃう。最初トイの話しちゃったから俺黙っとくわん静かにするわん静かにするわん。ママさん困ってるん静かにするわんわまんわんまあ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 優しいこれ見て、一回聞けばいいだろうと思って。ちょっと見て、ここも違う、これすげえよ。まあこれで逃げるでまだ楽だ。これちょっとついておる。ああ、直します。あ、でも全部これ本当にわざとして言ってくからね。あの視聴者の皆さん、あの俺に言われたから直そうじゃなくて、最後にあのよく工程で清掃とか言って、多分お客さん言われてると思うんだけど、清掃って掃除するわけじゃないから、一日こういうの全部拾ってくるね。1日2日それやるもんね。最後投資これも直さなかもね。そうそう、あ、こういうのも全部直しこう。こんなん拾ってかんじゃん。メニュー直すのどうやって直すの。ここのレトルです。じゃあ本当に直すね。明治でマジでリアルに。ちゃんで、ちゃんとうちの管理イムラがすごいよ、これ付箋全部取れる。これもある、普通にあるって。こんな余裕で。いや、あとうちのあれは名前出しに行きましょう。すごい細かい。そうそう、あの子細かい。もう本当にもうあの子も15年20年選手でしょ。あー、向こうほんまかい。本当に塗装愛しとるよ。これ井村氏と管理やるとダメないですよ。えダメないですよ。俺手が生きとるや生きとるわんこのおじさん頭剥げとるけど生きとるわん剥げとるの俺だった。こういうのはあのあれだね、10円剥げの気使ってあれですかね、あの見直すもんね。あ、自分でね、うん、俺いちいち取るんで手直し。ああ、でもそうだよね、うん、でもうち結構みんなそうだよ。でもあの新しいやつとかでやっぱよそでこんなの通ってくるから、これね、うん、いやこれは通るでしょって俺もういいんじゃねえか。何がいかんのかなと思っちゃったもんね。そうそう、じゃあカメラ近づけるとああって思うけど、こうやって見てください、視聴者の皆さん目視で見たら分からんでね。ぐー近づいてってこれだろ、やっとわかるで。これ言われなきゃ、これだからね。いやだけどそれだけすごい。じゃあでもそれもそうだし、この肉厚ね、このもちっとり感、ツヤがすごい。わかる。いやこれちょっとさ、上とか見てなんかそのもちもち感ない。テカってるもん。そうそう、普通の塗装ってこういうもちもち感ないよね。肉厚がしっかりあるのよ。これはやっぱ違う。でこういうのもそうでしょ、もちろん。こんな、はい、直します。こんなの普通に直してる。ちょっとサシに入ってるじゃん、1ミリにこれ全部取ってくんやん。でこれも丸1日、何なら2日とかやってくんだよね、はい、削ってテープ貼って直さなかったもんね、こうやって養生してるでしょ。すごいわ。ミオはね、あんま歩けんかな。いける、お前。もうここまたあげる、お前、ね、お前またこうなっちゃういや子供出ちゃうってなっちゃった。子供出ちゃう。臨月だろ。触った感じのもっちり感が違いますよね。もっちり感全然違う。これ なんでこれが違うんですか。これダメだね。これあのこれダメだな。ダメです。消わらない。これいや、この削れとんのはしょうがないよ。このちょっとだけ1ミリぐらい入ってないじゃん。いや、もう分からん。カメラじゃ伝わらないってぐらい。どこどこ。これ。すげえよな、塗装やって。俺絶対無理やわ。それが、ね、会社よ。チームワークよ。たまに見逃すときありますけどね。うん、まあ俺の中で土砂降るだけが仕事だし。でもこの職人に俺のトークは支えられてるよね。だって俺さ、こんな偉そうにしようって、この仕事がなかったらただの生きたおじさんじゃん。クレイジーおじさん。これやるのも。
すげえよ。カメラで伝わるのかな。カメラでも伝わるこれ。触んなのもちっとは。太陽光ってる時とかね、すごいツヤがすごい。この触ったこの感じな。触った感じごめんなさい。このなんかちょっと弾力ある。ちょっと触ってみて。なんか弾力までいかんけど、なんかちょっと肉厚感。なんかゴムまでいかんけど、なんて言うんだろうねこのね、このなんか言葉にできない。そんな歌があるわ。言葉にできないワンワン。しんどそう。今ほとんど高架座が男性になってるの。あ、男性入れてんだこれ。はい、あ、前は皇室だったけど、シールとか割れてくるもん。男性にしたらしいです。男性入れてんだ。いや、うちはね本当にね、もう塗り替え道場以外で塗るなと思う。これマジで。それだけやってるから。でももう頭数限られてるからマックス決まってるから、うちはもう限定みたいなもんだよ。ラーメンと同じだよ、うちなんか限定何杯みたいな。もう何人も職人さんがいるわけでも、80杯食べたら1杯無料みたいな。大大抵だろう。ああスタンプってだけど、本当にもう職人って絶対腕が出るから、もう10年20年やったら誰でもできることだから、まあ、言い方失礼だけど、近所の塗装屋さんで、あ、営業マン挨拶回り来るんだ、あの結局飛び込みって1件取ったらその周りブーって毎日攻めるから、でトークで攻撃来るから、本当にじゃあそこの現場をこうやって壁なんかみんなみんな綺麗に見えるから、どこをこのとこ安心できるかなって言ったらどこですか。俺はもう養生って決めてんの、自分の中で。これがもうパッと職人、あの車出しててパッと見て、あ、養生汚ねえなと思ったら、あ、大した職人じゃないだろうなって、で看板シートかけとるやん業者が、で、あそこの職人あんま大したことねえだろうなって、壁なんかみんな見ても分かんへん、だってあんなの見つからんじゃん、車で走っとったって外から立ったって、全部綺麗だから、それ綺麗に塗るんだからペンキは。であとどこみたいですか、一般の人がこの塗装ができるなって。あと、もうこういう散り際ですよね。それ分からないよね、だからそれがもうプロだわ。こういうの分からんすか。え、ここまっすぐまっすぐ、まあ、でもある程度はね取るんだよ。あ、これ綺麗だな。これでも紙テープで逃げとるでしょ。これが何て言うんですか、チリダワンっていう。チリダワン。チリダワン。もう気づかれる。優しい。あとはそういう、こういう取り合いとかですね。あ、だからこの塗り替えのところだよね。はい、であそこちょっとなんか入ってる。あれの直すでしょ、はい、右の。ちょっと、どうしてもテープ当てるのにじむんで。うん。テープがにじむけど、でもまだ、清掃してない段階でこのレベルで入れとるってことだよね。で、紙テープ全部一回入れとるんでしょ、はい。捨てテープみたいなの入れとるから、あの普通のこのガムテープじゃここまでの隙間あれだから、説明してくれたことある。そうそう、でもやっぱね、一般人はなかなかわからんのだよな、そこまで。まあ、だって言っちゃえば気にならない人は気にならないからね、本当に。わかんない、うん、色がついちゃうと綺麗になってなると思うんで、うん、なって思う。で結局さ、こういうとこやってないってことはやっぱどっかリンク早くやろう早くやろうっていうのはやっぱ下塗りとか出てるからね、うん、結局何って言ったらさ、下塗りもさ、みんな下塗り塗っとるかどうかって言って、どこでも塗っとるって下塗りなんてって思うんだけど、こういうとこ塗っとるかだよね、はけりいかなかったとこ、こういうところローラーだけでバーって下塗りなんかみんな入れとるって言って、細かいところまで手が入ってる。そうそうそう、そんな塗らんやつさすがに、まあおるけど、もう本当のゲのゲのゲだから。下塗りが薄いとやっぱり上塗りの艶も上がらんもんね。ああ、そうですね、うん、下塗りが、はい、下塗りを薄いやつで言うと、うん、もうその肉厚もつかんし、うん、何回塗っても要はもう本当に真っ白になるか、はい、まあ少々つける、まあ色にもよるんだよね。じゃこれ YouTube 見て、うちのお客さんが文句言ったっていう人がおるから、だけど営業が説明して、まあ、一目を置いたみたいなさ、うん、下地ちょっと見えてるよ、理解さんの仕事だけどってだけどまあ完全には消えないよね。で色にもよるんでね、はい、下のね、やっぱ濃い色やっぱ見えやすいし、 YouTube 見て、いや、あの人より薄いとか薄くないっていうこと言うから。だけど俺本当に全然マジで正直に言ってほしいけど、俺これうまいもんでお客さん嘘かなと思うけど、俺今日来るって言ったっすか。いや、言ってないですね。聞いてないです。で毎回現場来んから2、3ヶ月に1回だから、来るからこの仕事っすか、来るかもしれんと思ってこの仕事っすか。いや、違うんですよ、毎回これです。当たり前だよね、はい、当たり前です、うん、本当にそう。いや本当、俺この間 SNS、まあ、勉強会、結構塗装屋さんとか、まあ、建設会社の人多かったけど、いくらでやってんですか、まあ、これ上だよって。だって、まあ、結局俺らも相見つかかるから、高くしたら盗難じゃん、あれ標準仕様でやったら合わんすよね。一般の人が見てさ、
なんか、あ、下請けの塗装屋さんに頼んだんだったら、従業員やったらもっと金安くできるんじゃないのって思うけど、無理でしょ。じゃないですかね。従業員で、ジャングリカヤ道場が、まあ俺 もう何百人、100人どころじゃないもん。塗装職人だけで200人ぐらい使ってたけど、で1日ぐらいだと浜野さんもこんだけやらんでしょ。まあ、まあ、仕事はこれぐらいやりますけど、うん、ペースがやっぱ落ちると思いますよ、ね。落ちるよね。うん、で、だって3日4日過ぎたら、3日あったらもう合わんもん。浜野さん、じゃあ俺も浜野さん重要でやってもらっていいよ、ぼちぼちでって言ったら。だって1人区、2人区で、こんなに休憩削ってもう時間見てわーってやって、工程はめてって、じゃあ1日いくらになるのって言ったら、そうめちゃくちゃになるわけじゃないし。まあ、三谷さん言ってみるけどね、前より全然いいですよって。あ、どうですか今までの中では、ジャングリカヤ道場ランキング的には。ランキング的には、もう、一番いいんじゃないですか。数級しかないかな。一番のワン、そんなこと言うなよお前、そこ煽ってくれよ。数級しかないかなと思っちゃう。前取ったところは大きいゼネコン入ったんで、うん、あれ名前よかったの。常用なんですよ。あ、全部？はい、うん、常用1万8000の常用と、うん、もう9000円決まったじゃないですか。うん、もうサラリーマンですよ、ね。うん、でその後行ったところはもう単価はここより良かったけど、うん、やることが自分では全部なんですよ。例えば洗浄して、うん、シール打って。あ、シールがあるんか。で、シールがやったんですか。シールはもう嫌です、ね。何やるんですか。もうやっぱりシールはシール屋さんがやった方が綺麗だし。ああ、そこが気になるんだ。いやいや、逆に余分に金もらえるからさ、うん、シールの部分もらえるわけでしょ。うん、じゃあいいやと思わんだ。いや、めんどくさいですよ。手も汚くなるし、もう綺麗にならんし。値段的にはどうだったんですか。値段的には誰シールの分があったんで良かったですけどね。あ、逆に、うん、最後手残りいったら工程詰まってくるでしょ。はい、月どれぐらい稼げるみたいな感じで、まあそれ変わんないみたいな。そうですね。そこはでもな、金額を教えてくれなかったもんで、ね、最初ここいくらとかって何ですか。社長がワンマンだったんで、営業マンに聞いても、いや社長に聞くかな。マジ社長が営業の本でしょ。社長がもういこの現場いくら。社長決めた。その社長、俺やってくれんかな。じゃないか、俺そういうのできないから逆に。逆で細かいってことだよ。しっかりしろってことだよね。一番最どこっすか。最低なんかあそこ。最後の方なんかもう現場終わってからですよ。営業にいくら。いや、まだ社長に聞いてないもん。で営業も聞かない。社長の機嫌がいい時しか聞けんもん。マジ。それちょっとやだな。悪環境だな。さあ、じゃあ浜野さん、またいい値段持ってみたな。あ、まあ、ちょっとなんか宣伝チックになっちゃったけど、このお客さんはものすごくヘビーユーザーらしいですよ。ヘビーユーザーじゃないですか。あの、あ、マジで。あ、じゃあ挨拶すごくわ。この前ライブ配信も見てましたよ。あ、マジ。はい、旦那さん、おるんですか。え、いいんじゃないですか。はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、浜野さん久々にレジェンド登場で、ワンレジェンド登場だ、ワン。もういいや。ツッコミもなくなってきたよ。マジで、何言って、私社長だけだったらいけるけど、浜野さんが入っちゃった。嬉しそうだから、浜野さんも嬉しそうだから、お茶目なとこあるから。はい、以上になります。主演の皆さん、また年会どうぞ一択で塗装依頼お願いします。せーの、また見てねー。